皆さんの中の多くの方々は今現在イスラエルまたその周辺で戦争が始まった、宣戦布告がなされたことをご存知でしょう。一瞬でこのことが起こりました。今朝 YouTube を見ていたんですが、5、6分、7、8分の YouTube のリポートを見ていました。ネタニヤフ首相がこのように言っていました。これは戦争です。これは、近隣諸国との一時的な不和が生じているというだけではなくて、この75年間そのような状態が何度も起こりました。ミサイルを撃ち合ったりとか。でも 2、3 週間でそれは終わってきたんです。インティファーダのような2001年に起こったそのようなものではなくて、これは長期化が見込まれる危険な状態であると。また他の人はこのように報道していました。私はこのように立ち上がる。イスラエルの人たちに、私たちは共に立つ。戦争が過激化する中でそのようなことを言っている方もいました。ハマスと呼ばれるこのテロリスト集団、ヒズボラというのもいますけれども、ハマスの方からの攻撃を受けました。5から10箇所の集中攻撃というのが仕掛けられました。これはとてもしっかりとした準備の必要な戦略です。専門家はそのことについて、どれほど崇高な計画が実際に立てられてきたかということを報道していました。そしてもちろん私たちはその背後に戦略的にも、また武器の支給などにわたってイランが隠れているということを知っています。ハマスにもヒズボラにもイランの後ろ盾があるということです。すみません、ちょっとここで付け足しさせていただきたいんですが、邪魔をしてすみません、早く終わらします。一つの研究によると、2012年よりイランはヒズボラに対して毎年1兆円にわたる経済支援をしているということです。彼らの背後には、これらの活動の背後には、イランがどれほどの富を持っているかに関係しているわけですが、最近ちょうど1週間前です、アメリカ政府はイランに対する9兆円の凍結資産をリリースしたということです。その1週間後にこのミサイル攻撃が行われました。ちょうど2年前保守派の方がイランにこの凍結資産をリリースするなら、そのまますぐにハマスにお金が行ってしまうという警告をしていました。ですがその通りになってしまったということです。彼らはこの支援が来ることを予測していたのでしょうか。ここで今政治討論をするつもりはありません。ここで3箇所聖書を見てみたいと思います。そして一緒にお祈りの時を持ちましょう。皆さんも祈ってください。いつでもお祈りしたい時、この iHope の祈りの部屋にやってきてください。イスラエルのために祈りの声を止めることはないように。イスラエルのためのその祈りは神に届いています。今この重要な時を迎えています。皆さんに大きな視野を持っていただきたいのです。ゼカリア書の14章の1節見てみましょう。これは主が言われていることです。主の日が来る。2節、私、これはイスラエルの神です。すべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。主がこれをされると言うんです。もちろん文脈の中で読む必要がありますが、イスラエルに対しての戦争を起こすのはあなたですか？また、黙示録の16章のハルマゲドンの文脈も触れるべきでしょう。こちらの戦争はサタンが戦争を仕掛けるのです。神がされるんでしょうか？どの霊がされるんでしょうか？どちらもです。もちろん動機もその背後の霊も全く違います。結果も違います。結果ももちろんハルマゲドンの戦いとこの戦いとは別物です。
神様のされる戦いはもちろん憐れみの神ですから、救い、人々が救われること、贖われることを待っておられます。ですが私が言いたいのは、この方向に着実に今時が向かっているということです。もちろんその戦争が一時的に和平を迎える、そのような時期もあります。3年半、イスラエルに平和が訪れる、そういうことも起こりますが、基本的に終わりの時に向けて、この一時的な平和の期間を残しては戦いが続くということです。2つ目、黙示録の12章を見てみましょう。黙示録の12章、皆さん馴染みがありますか？多くの象徴的なものが出てきますけれども、それらが明らかに語られています。竜と女性、竜は悪魔、女性はイスラエルです。12章12節には、悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったと書いています。イスラエルに対してのひどい怒りが向けられる。7節には、ヨハネも2000前に同じこの形状を見ていました。ベールが解かれて、この天の世界に戦いが起こっているのが語られています。ミカエルとその彼の使いたちが悪魔竜と戦っています。竜とその使い、悪霊たちもこの第二の天にいます。戦いの結果はどうなるかというと、ミカエルがその、悪魔である、また悪霊たち、その巨大な竜を地上に投げ落としたと書いています。9節です。その後10節、天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れたと書いてあります。サタンが私たち兄弟たちの告発者として地に投げ落とされ、そして彼こそがイスラエルを攻撃しに行くのです。そこで一つ目のポイントは、サタンはすでに地に投げ落とされているので、不利な立ち位置から教会を攻撃し、天使の働きなどを邪魔したりしようとしますが、そのような悪霊の力がイスラエルだけでなく、さまざまな都市の上にも影響を与えますが、神の栄光が教会の上にあるということです。サタンが地に投げ落とされた時、彼の主要な武器は人を殺すことではないんです。彼の一つ目の主要な武器、これは不貧困でもありません。嘘や惑わしでもないんです。一つ目の彼の攻撃方法は告訴することです。この竜は人々の思いに超自然的な力を持って働きかけ、説明のつかないような理不尽な、そのような思いを吹きかけてきます。そしてそれらは人々を互いに告訴し合うように仕向けます。イスラエルに対する告訴、家族間の告訴、国の間の告訴、彼の一番主要な武器がそれです。今もそれがされています。人々が対抗するように告訴し合うのです。賢い人たちも惑わされて、お互いを攻撃するように仕向けるのです。今それをこの同じ方法でイスラエルに攻撃しています。もう一つ読みましょう。ダニエル書の10章。その前に先ほどの黙示録の12章ですけれども、ぜひしっかり読んで内容を把握しておいてください。この箇所はダニエルの12章で起こったことに基づいています。ダニエルの12章、預言者ダニエルは84歳でした。エルサレムで問題が起こっています。彼はそのために御使いが解き放たれるように鳥なしの祈りを始めます。
イスラエルのための祈りです。この84歳のダニエルが1週間祈りました。何も起こりません。2週間何も起こりません。3週間何も起こりません。天からの応答がないのに彼は驚いています。10章の12節のところ、21日目になって偉大な御使いが現れます。天の父に使わされたと言って彼のもとにやってきます。彼は1日目に使わされたのですが、彼がこのように言うんです。あなたの言葉は最初から聞かれていたですが、ペルシャの王が私に立ち向かってきた。これはこの世の実際の王様のことを言っているのではなくて、霊の領域においてのペルシャの王というのを指しています。すべての国にはこのような悪霊の力を持った権威のある悪霊がさまざまな攻撃のために使わされています。ですが同時に人々にまた町に御使いも使わされています。ですので21日までダニエルのところに使わされていこうとするこの御使いを邪魔する、そのような悪霊の力、悪霊との戦いがあったというのです。これはミカエルですので、御使いの中でも特に力のあるその大きな御使い、その御使いが必死に戦って21日間邪魔を妨げて、やっとダニエルのところにやってくることができたという、それがペルシアの王です。ここで言われるペルシアですが、現代のイラクのことです。このダニエルの10章が起こっているのは2500年前の話です。そしてペルシアというのは人類の歴史が記録された6000年の中で2度だけ世界で台頭する力となっています。ダニエルがいた時、そして今現在です。イランがこれほどの大国になっているのはロシアと中国のおかげです。そして彼らは核兵器を持っています。その核兵器が使用されるボタンを押すためには、その 2,3 箇所がコネクトする必要があるんですが、彼らはいつでもその核兵器を使う準備ができていると言っています。それでイスラエルを根絶やしにすると、彼らはハマスやヒズボラなどの後ろ盾になって彼らを通して攻撃をしています。何が起こったのでしょう。この私たちが5月に行ったイザヤ62のイスラエルのための祈りの時間ですが、500万人の人たちがイスラエルのために取りなしました。2500年前にダニエルがたった一人でそれをした、その同じことを世界中の信者たちがやりました。1万2000のミニストリーがつながりました。祈りのガイドは100カ国語に訳され、120カ国がこの祈りに加わりました。すごいことが起こったのです。このことをイスラエルの友人に聞いてみましたが、彼もこの規模で異邦人たちがイスラエルのために聞くこのような祈りのムーブメント、歴史でも見たことがないと彼は言っていました。ですので一体何が起こっているんでしょうか。500万人の人がダニエルの取りなしの祈りをし、悪霊の権威が揺り動かされたのです。その断食の数週間前、4月ですけれども、この話をした時に100万人の人がジョインすると言ったんです。私はまさかそれが500万になるとは思いも及びませんでした。1984年に起こったことを思い出させました。その時この終わりの時の祈りのムーブメントの予言を持ってミカエルがやってきたんです。ミカエルが黒い馬としてこの竜を表し、それが私たちが東に向かう時に黒い馬としてあなたを攻撃するという予言をしました。
よく意味が分かりませんでした。私たちのウェブサイトに行って、その黒い馬についての話はゆっくり聞いてみてください。そうです、その4月に100万人だった祈り手が500万になると、東に行くと、あの告発者の怒りが最長に達すると、告発者だけではなくて殺人鬼です。そして汚れたものです。ただ告訴するだけではないです。そのものが5月の後、サタンの怒りを見るだろう。私たちを攻撃してくるかもしれない。歴史の中でも人々がこのような祈りの中で深い取り扱いを受け、そして攻撃されることというのがありましたが、必ず神の答えが待っています。ミカエルをよこし、そして聖霊を使わせてくださいます。でもそのイスラエルの攻撃が始まったんです。私の友人であり、また素晴らしい聖書の研究者であるアロン・フッドという方がこのようなことを言いました。15年前のことでしたでしょうか。その後にアイザックにももう一度マイクを振りましょう。彼がこう言いました。詳細は少し間違っているかもしれませんが、お許しください。第三次世界大戦が起こる日がやってくる。これが現在のことにつながっていると思うんですが、一時的な和平の前に必ずそのような戦争がある。そういったことを言ったんです。第三次世界大戦が起こる、それがこれらのことと関連していると捉えていますが、私たちはこの祈りのムーブメントが第三次世界大戦を止めるのだと思っていたのですが、彼は逆にこの祈りのムーブメントが第三次世界大戦を始めるきっかけの一つとなると言ったのです。祈りを通して悪霊の力が覚醒され、彼らの怒りは頂点に達するのです。ですので祈りのムーブメントはもちろん答えを導くものでもありますが、このような神の計画を促していくものでもあるというのです。平和をもたらし、御使いの働きを活発化させ、しかしそのことによって悪霊との戦いを激化させるということにもなるのです。なぜミカエルはサタンを投げ落とすのでしょう。イランの君ではなくて、サタンが投げ落とされるのです。それはこのダニエルの10章の祈りをする取りなし手たちがいるからです。今回私たちは500万人と共にそれをしたわけですけれども、これからもさまざまな攻撃が起こるたびに、私たちは教会としてその課題を乗り越えていくこととなるでしょう。私たちはその攻撃を見たくはないんです。私たちの課題に目を留めていきましょう。ミカエルが言うんです。主の民が祈るその声を聞いて、その祈りに応えて、神が私を使わされる。世界に広がる何千ものミニストリーの皆さんとこのように一緒に立ちたいです。ダニエルが祈った時に、この天であった摩擦が過激化したという、このこと、この原則を私たちは覚えておく必要があります。私たちが油注がれた祈り、取りなしをする時に、もちろん私たちは摩擦が起こるように祈るんではないんです。私たちは平和のために、憐れみのために、そのようなことを私たちが祈る時に摩擦が起こるんです。天が地上にやってくるときに、良いものと悪いものが必ずぶつかるんです。霊の領域で起こっていることが地上にも現れます。私たちが結婚のために、家族のために祈るときに、まず摩擦が過激化します。問題が解決される前に必ずそういうことが起こります。ダニエル10章のことを話していましたが、ダニエルが祈った時にミカエルが立ち上がり、このペルシャの王をとどめようと立ちはだかるわけです。ですがペルシャとバビロン、当時ギリシャの君ですけれども、との間にも摩擦が起こります。20節にギリシャの君のことが書いてあります。
ペルシャとギリシアの摩擦ですけれども、興味深いのは神によって祈りの家が立ち上がっています。このような摩擦の時のただ中で、世界中に神様がこの取りなしの祈り手を立ち上げておられます。これが世界中でそのようなことが起こっています。天で問題がある時にその結果が地に現れてきます。先ほどシェアしましたこの重要なポイント、皆様忘れないでください。ミカエルが竜を投げ落とした時に天で大きな声がしたんです。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。これをやっていくのが私たちです。モーセのやった奇跡、また使徒の教会が行った奇跡、それらをはるかに超える神の力と救いが私たち教会を通して現れるのです。ミカエルはその数分の現れの中で神が正義を行ってくださり、力を表してくださると悟らせてくれたんです。ですので私たちは悪の怒りが頂点に達しても、それを覆す神の力が教会を通して現れるということなんです。ですので今日のこの話の中で、私たちは神にさらに深く行く必要があります。ああ、何かこの問題を避けて通れないかな。いえ、避けて通れないんです。皆さんそこを通らなければいけません。私たちはイエス様に近づく、戦いの中でイエス様に近づくときに力を得るのです。私たちは前進します。使徒たちの多くは殉教しましたが、彼らは戦う栄光の冠を見て前進しました。ですので今この時期、摩擦がいろいろ起こってるけど、何かこれを逃れることできないか、簡単な解決はないか、そのように逃れるのをやめましょう。私たちは応答していきたいんです。神の御国の方法で、私たちの影響力、また経済、祈りを用いて、神の御国のやり方で応答していきたいんです。主の前に立ち上がりましょう。今時間を取って神に聞いていきましょう。そして毎日でも時間はあります。祈っていきましょう。世界中で同じことをしている人たちが共に立っています。今週も来週も。そうです、私たちだけではありません。大変なことが今起こっています。その中で私たちはその中に立ちます。詩編の102編から、あなたは立ち上がり、シオンを憐れんでくださいます。エルサレムを憐れんでくださいます。立ち上がりとありますけれども、主が立ち上がるとき、これはこの地で、天から主が降りてこられてこの地に来てくださるということです。16節、なぜなら主はシオンを立て、その栄光のうちに現れとあります。あなたを知らない信者の、未信者の方の中にも、あなたの栄光のうちに現れてください。あなたのことをメシアと知らないユダヤ人の人たちの中に、イスラム人の中に、国際的な異邦人の中にも、主を栄光のうちに現れてください。あなたの奇跡、あなたの平安、あなたの安全を求めます。恵みよ、恵みよ、恵みよ。今イスラエルにいる900万の人々、ユダヤ人、アラブ人、異邦人、海外から来た人たち、不法を行う者、彼らのうちにもあなたの栄光を見せてください。彼らに触れてください。家族に触れてください。アラブ人クリスチャン、ユダヤ人クリスチャン、
国際的なさまざまなミニストリー、8歳から16歳、ちっちゃい子どもたちも迫害されています。イエスはイエス様、あなたのために立ち上がる子どもたちが迫害されています。あなたの臨在をもって彼らに触れてください。メシアニック10の人たちのところにあなたが来てください。